株式会社人弁は、東京都中央区日本橋室町に本社を置く、主に削り節やふりかけ、調味料を製造する水産加工品メーカーである。元禄十二年の創業と非常に長い歴史を誇り、業界では最古産に当たる企業の一つでもある。首都圏や東日本では高いブランド力を持つ。人弁などの江戸かつお節問屋は、本節を要求していた。 裸節の25日前後と比べ、本節、本枯節は4ヶ月前後の加工期間を要する。関東では、本枯レや本かつお節をかつお節と称し、東西の味文化の差を生み出している。人弁の商標である、いの文字は、創業時の野号である、伊勢や伊兵にちなみ、堅実な商売を意味する鍵型と合わせている。人弁という商標は、江戸時代から使われていたといい。 当時の町人らが親しみを込めて、伊勢や伊兵衛のことを人弁と呼び始めたのが始まりだという。また、贈答品や高級品には、三つ金人弁という意を三つ重ねた商標があり、これはお客様、作る人、商いする人を指す。鰹節の人弁元六十二年、初代高津伊兵衛が日本橋四日市で鰹節や、 円刊の販売を行ったのが、始まりの鰹節オブゴミ屋。代々当主は、伊勢や伊兵を名乗り、鍵印に、命の字ののれんを掲げ、人弁と称した。天保の頃には、国内初の商品券を発行。明治37年、鰹節の供給を一手に引き受けるようになった。鰹節と書かれたのし袋の絵あり、瀬戸室の町鰹節オ問屋、 高津異兵と書かれた詩編が書き写されている。清水清風著、東京名物百人一首明治40年8月、鰹節の人弁より、抜粋文化11年5月、急遽、奉公人で、伊勢講津や朝の向子佐兵が六大伊兵を襲名する。すべて過去。本物の出汁の美味しさ提供をテーマとし、汁物や料理を提供する、飲食店、日本橋出し場を運営している。 2015年現在、日本橋本店、イートインスペースを中心に計4店が展開されている。人弁大阪と、江戸、清水清風町、東京名物百人一首明治40年8月、勝尾オブの人弁国立国会図書館、蔵書、2018年2月11日閲覧、高津井平氏が、死去人弁会長日本経済新聞2014年2月17日、 日本橋田市場日本橋本店株式会社人弁2015年9月5日閲覧ありがとうございます。